き、権田呼びましたが、これで同点。今権田も呼んでましたからね、はい、分からなかったですけど、ボールスピードがあった分だけ、まあ、決めてやるという彼の気持ちですよね、思ってましたね。金崎のシーズン3点目、鹿島追いつきました。素晴らしい。